アフターストーリーです。予定通りそちらに追い込みました。よろしくお願いします、デビーシックス。ご苦労だったデビーシックス。おかげで犯人を確保できた。ああ、後始末はこちらでやっておく。悪いな、3日も連続で任務に駆り出して。ゆっくり休んでくれと言いたいところだが、報告書だけは朝までに。よろしく頼む。サトルくん、大丈夫？じゃないよね。うん、顔色が悪い。パッと見ただけで心配になるぐらい。3日連続だったもんね。お疲れ様。もっと手伝えたらよかったんだけど。無理せず、体調不良で休んだ方がいいんじゃない？それはわかるけど、無理はしないでほしい。わかった。私の能力が寝不足も解消できればよかったのに。ありがとう、お兄ちゃん。私にしてほしいことがあったら、何でも言ってね。有原くん、有原さとるくん。これは完全に落ちていますね。こんなにぐっすりと、こんな気持ちよさそうな顔をされては起こせませんね。いいんですか、先生？ええ、構いませんよ。その分、彼は放課後補習ですから。そうですか。これはさすがに擁護できないか。サトル、ご愁傷様。では彼が起きたらそう伝えておいてください。だから無理しないで最初から休めばよかったのに。部屋に行ってもシャトル君が帰ってなかったから。
それで周防先輩から教えてもらった。授業中に寝て居残り補習だって。今日は仕方ないよ。それに無理して顔色が悪いよりは居眠りでもしてくれた方が安心だから。寝不足少しはマシになった？うん、それがいいと思う。そのためにもまずは補習プリントを完成させないと。そうなんだ。居眠りして補習を受けてるのに、その補習でも居眠りなんてしたらもっと怒られそうだね。私にできることある？睡魔に勝つ。テンションが上がればいいのかな。じゃあこんなのとかどう？はい、終了。どう？テンション上がって眠気はなくなった？そっか、ならよかった。お兄ちゃんのエッチ、それはお兄ちゃんの眠気を吹き飛ばすためだもん。お兄ちゃんはエッチだから、こうすればいいかなと思って。うわー、妹相手になんてことを。ほんと変態だな、うちのお兄ちゃんは。はぁ、今日は気持ちよすぎたかも。体ちょっとだるい。うん、まあこれは頑張ってくれたお兄ちゃんへのご褒美だから。でも本当にちょっと頑張りすぎた。うん、しんどい。ねえお兄ちゃん、寮までおんぶしてほしいなーなんて。それでもお願いしたいの。ありがとう、お兄ちゃん。じゃあ、よろしくお願いします。楽ちん楽ちん。うん、ありがとう、お兄ちゃん。これからも、これから先もずっとずっとよろしくね。うん。アフターストーリーです。